空き巣の犯人は警察官、警視庁巡査を逮捕。千葉県警は11月4日、警視庁上野署の巡査を空き巣の疑いで逮捕し発表しました。この巡査は生活安全課に所属し少年犯罪を担当。休みだった10月29日の午前9時10分頃から午後1時20分頃にかけ、巡査は千葉県松戸市内のマンション1階の部屋に窓から侵入。現金3万円とデジタルカメラなど計9万8000円相当の物品、合わせておよそ13万円分を盗んだ疑いが持たれています。通報を受けて駆けつけた警察官が近くの公園にいた巡査に職務質問を行ったところ関与を否定。しかし後日別の職務質問で車内から盗品のデジタルカメラを発見、逮捕に至りました。松戸市内では同様の手口の空き巣が相次いでおり、警察は他の事件についても関連を調べるとしています。トモニュース無料公式アプリが新登場、ダウンロードしてね。